ずいぶん濃い海域だな。さっさと終わらせて帰ろうぜ。しかし海域の順応プログラムってのは退屈でしょうがねえよ。真面目こいてやるようなもんでもねえだろ。まちょっとやっていい感じで帰ろうぜ。張り切ったところでおまけのプレゼントはないんだし、ま生き残る確率が 1% くらいは上がるかもしんねえけどな。お、そろそろ時間か。さてやるぞ。まずは状況の確認からだ。正面も再度確認。敵影なし。ぼーっとしてると食われるぞ。とにかく動け。お前、ジャンプは好きか？無駄に飛び回りたくなる時ってあるよな。高台からのジャンプなんて漏れなく男のロマンぎっしりだぜ。張り切って息切れするんじゃねえぞ。スタミナの管理はエイジの初歩の初歩だぞ。海域ってのも俺らエイジにとっちゃなんてことねえな。そろそろ人気を使いたい頃だよな。荒神さんよ、どこにいんだ。俺らはこいつを使って戦うためにいるんだからよ。来た、荒神だ。敵の位置はマップで確認できる。見失ったらすぐに確認しろ。やるじゃん。俺にも仕事は残しといてくれよ。お前銃の攻撃は得意だっけ？ちょっと見せてくれよ。人気をガンフォームにして。お、ほらちょうどいいやつが現れたみたいだ。オラクルポイントを消費するけど隣接攻撃で回復するから、要はバランスだよな。覚悟して。そんなもんだろ。どうだ体の調子は。まあこんな海域の中で元気もクソもねえよな。お疲れ。覚悟して。
ノート作戦行動に支障なし。皆さんくれぐれもお気をつけて。気を引き締めていかないとね。ふう、始めようか。俺雲苦手なんだよな。やつは死に際に自爆する。巻き込まれるなよ。失敬。なかなか荒神と接触しませんね。ミッション開始より5分が経過しました。
皆様、私のサポートなんてなくても、せちゃらかもしれませんよ。